皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。いや、2月の最初の実戦緊張しますよね。まあ1月にですね、もう64万5500円もプラスにしちゃったんで、まあこのプレッシャーも大きいんですが、2月も快調にスタートです。まあ本当に2023年、はっきり言って僕は30年間パチンコを打っていて、こんな年はですね確実になかったなって気がしますね。僕がパチンコを覚えた CR 初代花満開の時代から考えても、もうあの時代をはるかに超える、超パチンコバブル時代の到来を僕はもう予感しています。まあ本当にもうパチンコ台自体の性能がですね、もう10万発に向けてのですね、本当にフルスペック台になってきたなって気がするんです。だってもう本当に普通の1ヶ月分の価値をですね、たった1機種がですね、数回の実戦でですね、まあ本当に実現してくれる。1週間もあればですね、1ヶ月分稼いでくれる。まあこんな時代が来るとは夢にも思わなかったです。早速ですね、2月の最初の実戦はですね、即やめ台です。即やめ台2台でオスイチですね。オスイチって言って座った時の回転数なんか嘘じゃないのって言っちゃったら、もうそれで僕のオスイチは証明されないんですが、即やめ台だと本当にですね、2桁以内の回転数で全部、ランプが提示してくれてるんで、今日のですね1万発はオスイチ20回転です。本当に即やめ台に座って20回転目でですね当たって、これ単発かなと思ったら、最後にですねザルバの顔のドアップで、マカちゃんに入りました。いやー、今回もあるんですね。もう本当にですね、初打ち以来ですね、もうあれだけ勝っていて、まだザルバにちゃんとお目見えしてなかった僕の代で、今回初めてですねザルバを見ました。いやー、初代のちょっと薄暗い中でのザルバのですね、コガーっていう声がなかなか良かったんですけれど、実際ですねザルバがこうしてですね、今回きらびやかにですね、本当に金の炎に包まれた状態で、登場する。まあ顔のドアップもよりリアル。いやー、もうザルバ様々で1万発です。いやー、2月も最初からプラスでありがとうございますっていうのはもうザルバに言わなきゃいけないですね。いやー、本当にですね、ザルバで1万発出た2月の初打ち、ノーカットで、この20回転目の大当たり撮ってますんで、ぜひチェックしてみてください。スマホサイト谷村仁志パチンコランドの方を検索して、今すぐ登録なさればですね、僕の動画をたっぷりご覧いただけますよ。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。